事なら任せとけ。まだやるのか。じゃあ始めるぞ。よし、できた。じゃあ始めるぞ。よし、できた。じゃあ始めるぞ。よし、できた。まだやる。ありがとうよ。私の弓でも役に立てる？相馬から手紙が来てたわよ。私たち3人で甲風館に来いって。何かの罠かもしれない。相馬はそんな卑怯なことをするやつじゃないでしょ。ねえ、どうする？行くの？俺は気が進まない。行くのよ、キリアも。これは命令よ。聞きたくない。お願い、一緒に行こう。どうするかな。なんかムカつくわね。お前は言い方が悪いんだ。いつからそんなに偉そうになったのかしら。お前に言われたくないね。二人ともいい加減にしなさい。いい？三人で行くのよ。わかったよ。来やがったな。まさかトライハルト。これはどういうことだ。説明してもらおう。それはこっちのセリフよ。ここにみんなで集まるのは久しぶりね。なのにこんな風になってしまうなんて。みんな、相馬先輩の話を聞きましょうよ。相馬、
要件は何だ。単刀直入に言う。戦いをやめろ。何だと。笑わせるな。今さらそんなことができるわけがないだろう。そうだな。なんなら今ここで勝負をつけたっていいんだ。それは面白い。やめろ。俺はお前たちの戦いを止める。お前たちのどちらも失うわけにはいかないからな。相変わらずでかい口ばかり叩くようだな。お前たちの力が全面衝突すれば世界に大きな傷を残すことになる。でもここまで来たらお互い簡単には引けないわ。そうね、私たちだけの戦いではないから。そうだ、俺はみんなを救うために戦ってるんだ。私はキリア先輩が間違ってるとは思いません。でもキリア先輩のやり方じゃ救えないものもあるんです。俺は全てを救ってみせる。青いな。言うのは簡単だが現実には不可能だ。そんなことはない。ゼクティを傷つけておいて何を言う。何？それはお前がゼクティを戦いに利用するからだ。くだらん。帰るぞヒルダ。はい。決着は戦場でつける。それだけだ。の望むところだ。キリア先輩、残念ですけどこうなる気はしていました。でも先輩、ゼクティは回復してきています。だから心配しないでください。そうか。力と力でしか解決できないところまで来ちまったとはな。そうね。お前がそばにいながらどうしちまったんだ。あんな肩肘張った態度を取るやつじゃ。私は、私たちの道はどこで分かれてしまったのかしら。まだ分かれちゃいねえ。きっと繋がっている。信じろ。ソーマ、あいつらもきっと分かる時が来るさ。お前たちが信じてやらなくてどうする。そうね。でも私たちも戦いをやめるわけには。心配するな。あいつらを止めるのは俺だ。ソーマ君、何か変わった？本当、あんたが二人を止めようとしてるなんて不思議。だってよ、あいつらが喧嘩してたら俺が止めるしかねえだろ。呆れた。喧嘩扱い？でもそこがあんたらしいところね。そうね、相馬くんらしい。ただの喧嘩を世界の存亡に拡大してやがるあのバカ野郎とも、俺は止める。さて、ヴェイルガルド軍の全容が判明した。今までにない大規模の戦力じゃ。今回は総力戦だ。この戦いに勝って終わらせるぞ。フィリアスもセイランも
そしてアストライアの人たちのためにも。必ず勝たなければな。このために俺たちは戦ってきたんだ。そうですわ、全てを守るために。キリアと僕たちの力があれば勝てるよ。今回指揮を取っているのはキルレイン。何としても奴の軍を打ち破る。そして俺がトライハルトを倒す。お主にしては珍しく元気がないの。何かあったのか？え？あ、ううん、頑張るわよ、私だって。シーナさん、大丈夫よ。キリア君を最後まで信じて戦いましょう。うん、では作戦じゃ。すでに氷雲以外の50将が配置につき、陽動を開始しておる。敵の戦力を分散させるためにな。我らが狙いは敵の中枢のみ。敵陣を突破して敵の皇帝を撃つ。よいな、出陣じゃ。我が翼。ここは拙者がお主に初めて出会った場所だ。何の因果か、まさかレオンの妹に命を救われるとは思わなかった。そういえばあの時の傷は？拙者はあの時シュマリの元から脱出してきたところだった。そしてお主たちのおかげで命を取り留めた拙者はキルレインに招かれ、ベイルガルドへの協力を頼まれた。あの後にそんなことが。種族の協力による世界の安定化を断念し、トライハルトという絶対的な存在による完全統治を目指す。それがベイルガルドの思想だとキルレインに聞かされた。拙者も混沌としたリーベリアの状況